もう使われていない、荒廃した修道院。そこが、彼女との最初の出会いだった。その日私は、古い修道院に住み着き、近隣の住民を襲うという怪物を追い払うため、襲われた住民たちからの依頼を受け、この修道院へとやってきた。話によると、これまで幾度となく討伐を試みたが、すべて失敗。その怪物は、禍々しい翼を持った悪魔のような姿であると。けれど、そこにいたのは、透き通るような白い少女だった。君、こんなところでどうしたの？もし迷子になったのなら、私が一緒に町まで送ってあげる。出て行け。え？出て行け。まさか、あなたが。すぐに出て行けば、命までは取らない。どうして、町のみんなを襲ったのですか？何もしていない、無抵抗な方々を、どうして？私はここで、ただ静かに過ごしていただけ。いろんな場所を転々とし、行き着いた場所がここだっただけ。ただ、奴らはそんな私が気に入らないらしい。薄気味悪い私が。まさか。信じられないか。私が、化け物の言うことに。違います。たとえそうだとしても。私を殺す、か。お前も。いいえ、暴力では争いを生むだけです。それでは、何の解決にもなりません。町のみんなとあなた、話し合いで解決できるように私は。ふざけるな。私は、降りかかった火の粉を払っただけ。散々化け物だ。悪魔だと私を強いたげ苦しめてきた連中を、排除して何が悪い？違う、そうじゃない。いい加減、お前とのおしゃべりも飽きた。これ以上虫の走る言葉を垂れ流すのなら、殺すぞ。これ以上あなたが罪を重ねるのなら、私はそれを黙って見過ごすわけにはいきません。何も知らないくせに、お前みたいな、お前みたいな聖職者気取りが一番目障りだ。さぞ恵まれた環境にいたんだろうな。だからそんな綺麗事を平気で。はっ！イエル！今のは殺せたと思った。死を間近に感じて怖くなったか。だがもう遅い。私をこうさせたのはお前たちだ。お前たちが私を悪魔に変えた。そうやって誰かのせいにして、自分の殻に閉じこもって、そうなったのはあなた自身の
心の弱さのせいじゃないの。自分を理解してもらうために、周りを変えるために、今の自分を変えなきゃいけないんじゃないの。なのに勝手に絶望して諦めて、そんなのは卑怯です。また綺麗事か。綺麗事でも、それが私だから。自分の信じた道を行くまでです。これからも。だったらそんな道、ここで終わらせてやる。はっ、燃え尽きろ。ここまでだ。確かにあなたの言う通り、私は恵まれていたんだと思う。辛い思いをしてきたあなたの気持ちを完全には理解してあげられないかもしれない。黙れ。だからって、自分が傷つけられたからって、他の誰かを傷つけていいわけ。黙れ。そんなわけ、あってたまるもんですか。黙れ。辛いからって、寂しいからって、いつまでも自分の殻に閉じこもってんじゃない。14、15、16、リーシャ、サボりすぎ。え？あ、本の続きが気になっちゃってごめんなさい。こんな薄暗いところで読むから目が疲れる。ご忠告どうも、エリス。これでもう閉じこもる殻はなくなりましたね。なぜとどめを刺さない。あんな薄暗いところにいるから考え方も暗くなるんです。だからあなたを縛っていたこの殻にとどめを刺しました。という綺麗事です。いつもそうだ。どうして、どうして私をそっとしておいてくれないんだ。私だって好きでこうなったんじゃない。自分なりに変わろうと、変えようと努力した。けど、けどやめて。私は悪魔なんかじゃない。私はただみんなと仲良くしたいだけなの。どうして、どうしてこんなことするの。私はどうすればよかった。結局
私の居場所なんてどこにもない。絶望することに、失うことに、もう疲れた。本当の居場所がないなんて、そんなこと決してありませんよ。まだ見つかっていないだけ。たとえ失ってもまた探せばいい。あなたも私も。それにあなただけじゃなくて、誰でもみんな自分の居場所探してるんですよ。だからよかったら一緒に探しませんか？私たちの居場所。お前、まさか最初から。さあ、何のことでしょう。本当、お前みたいな、お前みたいな聖職者気取りが一番目障りだ。それじゃあそろそろ行きましょうか。眠い。もうちょっとだけ頑張りましょう。次の町まで、あと少しですよ。なんてとこ？ですね。あ、あったあった。次の町はね。